ジョージ・リンチはアメリカ合衆国のハードロックギタリスト。独権での活動で知られる。ワシントン州、スポケーン生まれ。カリフォルニア州サクラメントで育つ。9歳の時にフラメンコギターを始め、13歳でエレキギターを始める。ギターを手にしてから初めてコピーした曲はザベンチャーズのパイプライン。ジョージ・リンチは1979年と1982年に オジー・オズボーンのバンドのオーディションを受けている。二回目は、ブラッド・ギルスの公認ギタリストのオーディションで、ジョージは一旦はこれに合格しているが、その三日後にオジーは、ジョージの採用を取り消し、JQED を採用したと言われている。1980年頃、エキサイターで一緒に活動していたドラマーの、ミック・ブラウンと共に、独見に参加。1981年には、デビューアルバム、 ブレイキングザ・チェインズを発表。アルバム最後に収録されたパリーズ・バーニングの高度な演奏技術は注目を集めた。このアルバムは当初ヨーロッパのみの販売だったが、1983年にマスタリングを新たにやり直してアメリカでも発売された。バンドは1984年にアルバムトゥース・ネイル、翌年にはアンダーロック・キーを発表。 ジョージは LA メタルを代表するテクニシャンとして認知され、バンドも一定の成功を収める。1987年にはアルバムバックフォージアタックを発表。野生的かつ攻撃的な演奏を披露し、ギターヒーローとしての地位を不動のものとする。しかし、ジョージとボーカルのドン・ドッケンの確執はバンドが成功を収めた後も常に取り沙汰され続け、 結局1988年の来日公演を最後に空中分解のようにして解散してしまう。特権解散後はベースのジェフ・ピルソンをそのままボーカリスト兼任に据え、ミックとのトリオでドン抜きの新バンドを結成するつもりであったがジェフが辞退。元キールのギタリスト、マーク・フェラーリのバンド、コールド・スウェットから引き抜いたボーカリスト、オニー・ローガンを起用し、 リンチモブを結成し、2枚のアルバムを発表。また、1993年には、初のソロアルバム、セークレット・グルーヴを発表。その後、再結成されたドッケンに、再び参加するが、サイドドン・ドッケンとの確出が、深刻化し、シャドーライフを最後に脱退。現在は、リンチモブやソロ活動を中心としながら、様々なプロジェクトバンドでも活動している。 また2016年に日本で行われたラウトパーク16で人よ限りの限定でドンと復縁しライブを行っている。2011年、ドッケンが黄金期のメンバーで再結成する話が飛んざし、ジョージがドン抜きのドッケンで活動すると発言したことからジェフ、ミックとのトリオが結成された。プロジェクト名はトゥースネイルでジェフやミックがボーカルを担当している。 2012年、アルバム、スレイブ・トゥ・ジ・エンパイアを発表。ゲストにセバスチャン・バックや、ティム・オーウェンズなどが参加している。また、2013年のツアーには、ボーカルに、ストライパーのマイケル・スウィートが参加。スウィートとは、その後、デュオを結成し、アルバムを発表している。ギターは、ドケン初期に、アルバム、トゥース・ネイルの、ジャケット裏に映って持っている。 アラヤプローブを使っていたり、クレーマー社のバレッタシェープを後に現在の ESP 製に移行。仕様としてはリアポジションにハムバッカーを搭載し、トレモロユニットはフロイドローズである。使用するハムバッカーはセイモアダン完成のシグネチャーモデル、スクリーミンディーモン。アンプはランドールのトランジスタタイプなども一時期使っていたが、その他は一貫して、 真空管式のスタックを使っている。現在の使用アンプはランドオール社のチューブヘッド、リンチボックス。エフェクターは近年ズーム社とのコラボレーションでシグネチャーモデルを開発している。その他はフルトーンなどのアナログペダルも愛用。2011年から自身のプロデュースによるギターブランドミスター・スケアリー・ギターズを ESP の協力のもとに立ち上げている。 ジョージ本人も制作に参加しており、ボディに様々な装飾や彫刻を施したギターが市販されている。ありがとうございます。